ベンフィカの本拠地、エスタディオダ・ルスポルトの本拠地、エスタディオドドラゴンスポルティングの本拠地、エスタディオジョゼ・アルバラー・デ・トレス・グランデスは、ポルトガルのプロサッカーにおける3大競合チームの愛称である。トレイスは、3つの、グランデスは、大きなのい。英語のビッグスリーにあたる。リスボンの SL ベンフィカ、ポルトの FC ポルト、リスボンのスポルティング CP は、ライバル関係にあり。 常にタイトルを争っている。プリメーラリーが80年の歴史で、これら3クラブがタイトルを逃したのは2度しかなく、1位から3位は、ほぼこの3クラブによって占められている。いずれもプリメーラリーがが始まった1934から35シーズンから2部に降格したことはない。2021年までの最低順位はベンフィカが6位、ポルトが9位、スポルティングが7位である。 3強以外でリーグタイトルを獲得したことがあるのは1945から46シーズンの CF ベレネンセスと2000から01シーズンのボアビスタ FC のみである。2010年以降 SC ブラガがこれら3強を脅かす存在となってきており一部ではブラガを加え4強であるともみなされている。2020から21シーズン終了時点ありがとうございます。